システム370 IBM システム370は1970年6月30日に IBM がシステム360ファミリーの後継として投入したメインフレームのシリーズ名であり、そのアーキテクチャ名でもある。顧客の移行が容易に行える用システム360との互換性を保ちつつ、性能を向上させているシステム 360と比較した時の新たな機能としては、2プロセッサ構成の標準化、仮想記憶の完全サポート、128ビット不動小数点演算などである。なお、これらが全て最初の発表時に挙げられていたわけではない。詳細は後日。本校ではシステム370シリーズに加えて、後続のシリーズ 30X 例4300、 9370と、その後続シリーズ中に採用された、拡張アーキテクチャのシステム370素イーサ、3 7 0イーサ、3 9 0についても記述する。システム370は、前身のシステム360から24ビット、アドレッシング、最大仮想メモリは16メガバイトを引き継いで、上位互換性を保ち、前身のシステム、 360と同様に互換性のある複数モデルによってコンユータファミリーを形成しユーザーの資産、プログラム、周辺機器などを保護した。システム370は商用として初めての仮想記憶を実現したためユーザーはより広いアドレス空間を使用できるようになり企業におけるデータベースやオンライントランザクション処理の用途が大した。システム 360に続くシステム370の成功により GE などは撤退しシステム360の互換機を製造していたメーカーは撤退するか RCA などシステム370の互換機を開発する日立製作所など運になったまた1975年には IBM から退職したアムダールが富士通と提携してプラグコンパチブル型 IBM のオペレーティングシステムを稼働させるのシステム375換気を発表した。システム370シリーズの後継製品は、大型、水冷、スタンドアイロンの3030.30803090、中型、空冷、スタンドアイロンの4300シリーズ、小型、空冷、ラックマウントの9370シリーズ出る。これらは、正式には、 システム370シリーズという製品名称ではなかったがシステム370アーキテクチャを継承したため講義にはシステム370と呼ばれることがあるこのため本校でも記述する1981年には上域主要にシステム370ソーアーキテクチャが発表されロンディアドレッシングが31ビット 最大仮想メモリは 2GB に拡張され、IO による CPU 負荷を軽減する動的、チャンネルサブシテムが採用された。なお、この技術は特許と著作権で守られていたため互換気対策とも言われ、この技術をめぐり、IBM 産業スパイ事件も発生した。システム370ソアーキテクチャは、さらにハイパー空間。 64ビットアドレッシングのデータ専用アドレス空間などを持つ ESA370 アーキテクチャとなった。1990年にはブランド名がエンタープライズシステムと解消され、製品シリーズ名は ES3090、ES4300、ES9372、アーキテクチャ名は ESA390 と名称変更された後、 真の後継製品である ES-9000 シリーズに引き継がれた。システム370シリーズの中で特筆すべきマシンとして IBM 3033、IBM 3090がある。これらはオプションでベクター拡張機構を装備しスーパーコンピュータとしても使用できた。また、中小規模の低価格な IBM 9370もある。システム 370で話題にするべきトピックは仮想計算機 VM がある。仮想記憶という概念をコンピュータの他の部分にも適用した概念で1台の物理マシンの上に複数台の仮想コンピュータを表した。当時、コンピュータに OS をインストールするためには数日を要していた。その間、エンドユーザーはコンピュータを使うことができなかった。商用利用で、 マシンタイム1分間数百円の時代であるにもかかわらず、仮想計算機はこの作業をエンドユーザーの利用と並行して行うことができ、最後に出す度、ダイレクトアクセスストレッチデバイス、つまりハードディスクをテープに吸い上げ、物理マシンの出ス度に戻し直せば良くなった。エンドユーザーが使えない時間は数時間になった。360では、 設計責任者を務めたジー・アムダールは370の設計の際、新技術の導入について、積極案を主張したが却下された。そういったことのため、1970年に IBM を退社、アムダール社を設立した。アムダールは IBM に対して、プラグコンパチブル、互換機を参照で、かつ IBM より、小回りの効く開発体制が可能にする新技術の 採用による高性能を実現し、果敢に戦いを挑んだ。初号モデルの 470V6 の開発は難航したが、提携した富士通からの支援もあって、無事完成、出荷、1975年され、その後は IBM と激しい争いを演じた。1980年頃には、それまで IBM マシンを利用している客は、 コンピュータの処理能力を増やしたくても、IBM からはそれ以上のマシーンは出ていないという事態が生じていた。MC68000、1980年出荷開始を搭載したアポロコンピュータのワークステーションが市場を席巻していた。ワークステーション市場は、その後すぐ1982年創立の3の急成長によって急成長した。3は、 スパークプロセッサによりその地位を不動のものとした。IBM もパワープロセッサ、IBM-1 ユニックスの X を開発し、RTPC-RS6000 とユニックスワークステージョンに乗り出した。MC68000 の改造チップを積み、IBM PC-XT で370の命令が実行できるシステムも出現した。 1997年にアムダールは富士通に吸収され、日立製作所は2000年に北米市場から撤退し、世界最高速の汎用機は日本の富士通のみが提供している時代が存在した。システム370はその約20年の歴史の中で数回のアーキテクチャ改良を重ねてきた。最初の最も大きな変更は仮想記憶の導入であり、 1972年、IBM のシステム370アドバンシダファンクションの発表により一般に公開された。IBM は当初、システム370ではなぜか仮想記憶を採用しなかった。1972年の発表には以下の事項が含まれていた。仮想記憶は実際にはこの発表以前にシステム370ハードウェアに導入されていた。 その後のアーキテクチャ上の変更は、主記憶容量の拡張、物理メモリと仮想アドレス空間が中心となった。これは、負荷の増大と顧客の要望に応えるためであった。これは、ムーアの法則に従って、メモリ単価が低下したことによる必然的傾向であった。IBM のメインフレーム開発では、基本的に従来互換は常に保たれていた。常の通り、 システム370での大きなアーキテクチャ上の変化としてアドレス空間が24ビットから31ビットに拡張された。システム370のアドレッシングの拡張は24ビット論理アドレスに依存しているシステム360命令セット設計とそれを使った大量のコードベースのために複雑化した。特によく使われる命令ロードアドレスは アドレスをレジスタに置くときに上位8ビットを明示的にクリアしていた。このため既存ソフトウェアの移行時に大きな問題となった。アドレッシングの拡張の実装は以下の3段階で行う戦略が取られた。システム360の命令セット中核部は24ビット論理アドレスのままとされたため、この第3のステップは現状の明らかな打破を要求した。 既存のアセンブリ言語アプリケーションはもちろん書き換えない限り移行できないしアセンブラでないアプリケーションも新たなコンパイラを使わないと対応できないこのため高性能な31ビットの環境で24ビットアプリケーションを動作させる状況がしばらく続いたユーザーが多かった IBM が32ビットではなく31ビットを選んだ理由はいくつかあるシステム 360モデル67は完全な32ビットアドレッシングモードを持っていたが、この機能はシステム372は反映されず、当初は24ビットとなった。システム370素でアドレス空間を31ビットとしたのには、以下のような理由があった。以下の表ではシステム370の主なシリーズと機種をまとめているアーキテクチャランで、 各シリーズの主要アーキテクチャを示している。多くの機種で複数のアーキテクチャがサポートされていた。例えば 308X は当初システム370アーキテクチャとして出荷されたが、後にそも提供された。4381などの多くのプロセッサでマイクロプログラムの置き換えが可能となっており、ユーザーがアーキテクチャを選択可能になっていた。以下でシステム 370コンパチブルという用語が出て来るのは IBM の文書がこの用語を使っているためである。IBM 以外ではこの用語はアムダールや日立製作所などの IBM 以外のシステム375換気を指すのが一般的である。システム370は1990年代にシステム390に置き換えられた。ただし当初は マーケティングのための製品ラインの解消でしかなかった。2000年ジャースが後継として登場。ジャースでは64ビットのアーキテクチャが導入されており31ビット化以来の大きな変化となった。アーキテクチャ的にも命令セット的にもシステム360からの互換性は基本的に保たれている。GNU コンパイラコレクションにはシステム 370向けのバックエンドがあったが更新されることなく最後にはシステム390用バックエンドに置換されたシステム370とシステム390の命令セットは基本的には同じでシステム360以来の一貫性を保持しているが GCC における古いシステムのサポートは重視されなかった現在サポートされているのは システム390ジェネレーション後の全命令セットをサポートしたマシンであり、そのハードウェアプラットフォームで Linux390 がリリースされた。システム370はコンピュータアーキテクチャ仕様であり、システム360アーキテクチャとの互換性を保った改良版であり、多くの点で共通している。アーキテクチャにはあらゆる実装で、 使用可能な必須インターフェースと常に実装されるとは限らないオプションインターフェースから構成される。アーキテクチャ上の主な特徴は次の通り、主なオプション機能は以下の通り、インターフェース仕様は拡張可能であるため、初期のインターフェースに影響を与えることなく新たなインターフェースを追加可能である。そのような例として次の拡張があった。 アーキテクチャに修正を加える際には互換性を保持することに多大な労力を費やした。特に最低でも一特権プログラムの互換性だけは確保された。この方針はシステム360の頃からのものである。互換性を保つための鍵となった方針として未使用フィールドをあらかじめ決まった値、通常例にセットしておいた点がある。そして、 それ以外の値になっていると例外として認識される。インターフェースを変更するとき、この未使用フィールドを新たな目的で使用することができる。行儀の良いプログラムなら、新たなインターフェースを実装したシステム上でも実行可能であることが期待できる。例えば、64ビットの PSW レジスタのビット番号32は未使用であり、0でないときは、 例外が発生することになっていた。後にシステム370素アーキテクチャが定義され、そのビットで24ビットアドレスなのか31ビットアドレスなのかを識別するようになった。従って24ビットアーキテクチャ上で動作していた、ほとんどのプログラムは新たな31ビットシステムでも64ビットシステムでも動作可能である。 しかし、すべてのインターフェースの互換性が保たれたわけではない。例えば、入出力インターフェースは、システム370素で非互換になっている。このため、オペレーティングシステム、デバイスドライバ相当部分は移植が必要であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。